今回は男性に選んでもらったクリスマスコーデを紹介します。2コーデ組んでもらったので紹介していきます。1コーデ目がこんな感じです。このコーデのポイントがハイネックのニットで清楚感を出しているのと、ミニスカートで女の子らしさを出してます。このニットは袖の部分が長くて腕も長く見えます。生地もふわふわで気持ちよかったです。バッグはキルティングでチェーンのバッグになってます。いろんなコーデに合わせやすいバッグかなと思います。中にはお財布と小物が入れれるぐらいで少し小さめです。このスカートにお気に入りポイントがあって、インナーパンツがついてるところです。インナーパンツはさらっとした生地でとっても履きやすかったです。アウターも選んでもらったので合わせて着てみます。アウターは男性からするとオーバーサイズが好みみたいで、着てみるとこんな感じです。私の身長が148センチで、お尻はしっかり隠れるぐらいの長さでした。防寒もしっかりできそうなので、これからの時期におすすめです。次は靴の紹介をします。ヒールは 7.5 センチあるので低身長さんにもおすすめです。つま先部分はスクエア2になってて、綺麗なシルエットのブーツです。履き口のところがソックス素材でとても履きやすかったです。ピアスは大ぶりのピアスですが、全然重くなくてつけやすいです。次のコーデ紹介します。テーマはモードカジュアルです。ニットはクロップド丈でとっても可愛かったです。さっきのニットよりこっちの方がモフモフでとっても気持ちいい素材でした。このスウェット裏起毛がとってもモコモコで、防寒は抜群です。今回購入した中でも結構お気に入りです。ブーツの紹介をします。厚底になってて 5.5 センチあります。ブーツインするのがこのコーデのポイントです。バッグは巾着のバッグで、マチが大きめなので結構たくさん荷物も入ります。ショルダーもついてたんですが結構長めでした。コートを合わせるとこんな感じです。私の身長だと少し長めですが、スリットがざっくり入ってるのでそんなに重くなりすぎないコートでした。ヘアスタイルはデートということで巻き髪にしました。どちらのコーデも1万円弱のコーデなので、ぜひ参考にしてください。それでは次の動画です。